はようございます、よだっちです。ただいま平日の朝9時30分です。今日は今から中目黒のアイムドーナツに並んでみたいと思います。オープンが9時なので現在開店から30分経ったところです。なんとほとんど人が並んでないじゃないですか。原宿にも新店舗ができたらしいですし、現在の行列はこんなものなんでしょうか。あっという間に注文の紙が配られました。しかしお目当てのピスタチオがないですね。メニューも以前来た時より少ない気がします。まあ仕方ないですね、朝だから少ないって感じでもなさそうです。あっという間に順番が来ました。5分くらいでしょうか。今はこんなもんですね。前回は50分ぐらい並びましたし、ずいぶん買いやすくなってきました。今回は9個も買っちゃいました。と言っても3つはお裾分け分です。さてさて、買ってきました。お目当てのピスタチオは夏季は販売がないようですね。いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。